高機能の天然素材。ほう、はい、めちゃくちゃあったかいし、見え方すごくない？圧倒的なオーラが僕はね、あのポイントだと思ってます。はい、どうもバセの流星です。今回はですね、僕 の、 あの今季イチオシアウターであったね、大本命のね、冬アウターをご紹介したいと思います。おー、はい、もうすでに実は着用しているこちらのムートジャケットですね、マウンテンジャケット、レターズから入荷しました。これね、めっちゃ待ってたんですよ、僕。いやー、もうあれですね、展示会の時から言ってましたもんね。そうなんですよ、もうこれはね、本当にレターズのね、あの必ずと言っていいほど、あの不朽の名作に、不朽の名作ですね、不朽の名作になるであろう、このレターズのね、あのムートンジャケット、こちらの方をね、まあちょっと細かいね、ディテールといい、まあちょっとムートンとは何なのかっていうところといいね、すべてね、あのちょっと分かりやすいようにね、皆様にお伝えしやすいように、本当ね、これのもう本当あの極上アウターなんで、あの徹底してね、ご説明とスタイリングの見せ方をね、ちょっとあのお伝えできればなと思います。はい、よかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーズチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますバースデーのチャンネルとなっております。基本的にはですね、うちがセレクトしているブランドの商品紹介、そしてスタイリングの紹介、そして、ジュエリーはですね、シルバージュエリー、トゥアレグジュエリーというネイティブなジュエリーと、和漢シルバースミスというね、あのオーダーメイドで作れるそういうジュエリーを取り扱っております。そして、香水はですね、サノマ、まあ、フレグランスブランドですね、ニチフレグランスなんですけど、お香だったりとかシャンプーとかもね、今発売されてるので、よかったらチェックしてみてください。そして最後に E バイク、アルコンスーパー73といったね、あの走行動画だったりとかね、カスタム動画っていうのをね、毎日7時に更新しております。よかったらね、最後までご覧いただいて、チャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそれではね、あのこのマウンテンジャケット、まあ、こちらの、ね、商品をね、徹底解剖していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、まずはちょっとね、先にスタイリングをお見せしたいと思います。僕はですね、もう今季のね、代名詞であるこのウエスタンブーツと、そう、そしてそれにね、細身のスリマンのね、パンツを合わせて、もうシンプルにさらっと着るだけで、とにかくあったかいんですよ、これ。へえ、だから中はもうシャツとかぐらいでいけちゃうと。そうですね、僕シャツとロンティーだけですね。へえ、やっぱムートンっていうのはね、やっぱ本当はまあ後でご説明はいたしますけど、超高機能な天然素材、はい、もうがゆえにね、本当にあったかいし、もう本当中スウェットとかでも今の時期は真冬いけるんじゃないかっていう、そんなねアイテムとなっております。結構さ、ビジュアル的にもあったかくない？いや、もうあったかそう、あったかそうだよね。そうそう、実際に本当あったかいし、もう見え方としてもやっぱちょっとこう冬の大本命としてね、お役立ていただけるようなね、ジャケットになっております。そしてね、まあ、ムートンジャケットとはいえばですね、結構いろんなね、なんかこうまあ、アイテムだったりとか、いろんなブランドからねご提案があるシーズンとかもあると思うんですけど、うん、まあ結構ムートンってすごい高機能な素材だからこそね、それこそね、昔から米軍のね、フライトジャケットとかにも採用されたりとか、そうそうそう、そういうものがねやっぱあったりするので、まあ、そこら辺の方もね、ちょっと物を見ながらねご説明させていただきたいと思います。よろしければどうぞ。はい、今回ねご提案して、レターズからご提案してるマウンテンジャケット、はい、ムートンジャケットですね。こちらはですね、先にお値段を伝えておきます。こちら税込みで36万3000円。おお、もう超極上アイテムです。さすがムートン、極上アイテムです。高いっすよ、これは。高いけど、金額的な高いじゃないですか。これ知れば、そこまで高くないというか、そう、もうそういうね、ちょっとこう、私も金額的に、まあ高いねっていう方もすごく多いと思うんですけども、ちゃんとね、知れば知るだけね、そして着れば着るだけね、すごくね、これはね、持ってた方がいいんじゃないかと。僕はね、それをね、まあ、視聴者様に伝えたいなと。まあ、見た目的にもすごくかっこいいし、そしてなおかつ機能性だったりとか、そしてまあ、ちょっとムートンとはどういうものかっていうのを、まあ、簡単にご説明していきたいと思います。はい、まずムートンジャケットってね、何なのかっていうところをちょっとお伝えできればと思うんですけど、基本的にはですね、ヤギの皮なんですよ、ムートン。そう、ヤギの皮、まあ見ての通りシープスキンですね。あ、本当、羊のモコモコじゃないですか。そう、羊のモコモコでございます。そしてね、こちらが、裏側の部分になるんやけど、その裏側の部分をきれいに加工して、表に来るのが、まあ、スウェードの部分、そして、裏側に来るのがこういうモコモとした羊の表側の部分ですね。こちらのね、毛皮のことを、まあ、いわゆるムートンと言われてます。はい、
そうで、ムートンジャケットってね、ほんとハイブランドとかでね出てるやつ見てみてください。100万近くしますからね。ビリますね。めちゃめちゃビリます。もうほんと80万とか全然当たり前の世界で、そう考えたらそれだけでもまあ基本レターズのすごいコスパがいいなとは思うんですけど、そう今回ですね、このムートンジャケット、ムートンジャケットにもまあデザインはいっぱいあります、うん、その中でもムート今回ねレターズが再現してるのはこちらですね。1970年代のね、まあ、ヒッピームートンのキングと言われているね、マウンテンリズム、そう、こちらのね、デザインを忠実に再現してるっていうところがねレターズの今回のポイントになります。そう今ねヴィンテージ市場でもねすごい価格が高騰してるし、とにかく玉数が少ないんですよね、うん、特に男性のねサイズで着れるものっていうのがものすごく少ないんですけど、そちらのねジャケットを、モチーフにして再現してると。それをねちゃんとこう自分たちが僕たちが着れて、そしてなおかつかっこいいし音声もあって、本当に極上アウター、一生もののアウターとしてねお楽しみいただけるように作ってるのがレタースのブートンジャケットでございます。 はい、ちょっと早速デザイン見てみましょうか。はい、どこがどうなってるんだって感じですけどね。本当ですよ、これってね、うん、羊のね皮をね丸々一頭使ってるんですよね。へえ、そうです。今回は特に結構やっぱ高級素材と言われてるね、メリノ種のね羊をね、ヤギをサイズのパワーですね、を使用してるんですけど、結構ねちょっとこうダブルっぽいラベルになってるっていうのもそもそも確かに特徴ですね。あ、本当ですね、ちゃんとラベルになってるんですね。そうです、立ち切りをほんと綺麗にして、うん、もうほんとジャケットっぽくしてるっていうところがポイントになってます、うんうんうん。そうシームとかも結構俺は好きなんやけどね。あ、これシームは折り返して、そうそうそう、デザインになるようになってますね。そうなんですよ、これ結構めちゃくちゃかっこよくてですね、僕もついつい語っちゃいますね。そうで一応このフロント、これは鹿の角をデザインにしたボタンになってます。ベリリウム素材の、もともとはこれは鹿の角を使ってたわけですね。そうなんですよ、当時もののマウンテンリズムはですね、うん、鹿の角を使ってるっていう、それをねちょっとこうラグジュアリーな感じに仕上げてる。確かここにシルバーが入るだけで、はい、すごいやっぱこう豪華に見えますよね。そうなんよね、うん、本当めちゃくちゃいいよね。で見てこのポケット、あそうポケットもやばいよね、ムートンだよ。ちゃんと使ってる。そうなんですよ。ここをいらないのにつけちゃ う。デザインとして贅沢に使いますね。贅沢ですよね、本当。ボタンのね留め具の部分まで全部ムートン素材を使用してるっていう、こんな感じになってますね。あ、なるほど。そうです。すごい。結構デザイン的には本当申し分のないね、アイテムとなっております。結構ね、そのマウンテンリズムってご存知のない方もね、よかったらね、ネットで検索してみてください。かなり高いと思います。うんうん、そうマウンテンリズムももちろんね、バリエーションというか、ね、こう形はちょっとそれぞれあるんですけど、本当なんかこう一頭一頭のヤギの、まあ、ムートンのねヤギの皮が全然やっぱ違うので、形も本当立ち切りで結構ね一点一点違うんですよ。僕が着てるこの愛用してる今私物で買ったですねムートンジャケットとこれも若干違うんですよね。ほうそうそう、そういうのもまあ細かいところ見てもらえればなと思います。すごいな、めっちゃいいでしょう。でちょっと裏側見てみましょう。裏はこんな感じになってます。なるほどなるほど、背中側までしっかり。そうなんですよ、裏もちゃんとデザインになってるっていう。で、これですね、今さっきボタンを止めた状態っていうのがもうさっきのダブルっぽい感じの見え方になってる、うんうん、デザイン性。そしてこれ首元まで止めれる仕様になってるんですよ。ほうほう、ここ見てください。ほら、あ、なるほどなるほど。ここにもね小さい鹿の角ボタンがついてますね。ベリリウムボタンがちゃついてるので、ここで止めれるように。うわ、これ絶対あったかいやつじゃないですか。いや、めちゃくちゃあったかいよ。絶対あったけ。そうなんですよ、すごくあったかいがゆえにね、ほんと僕も脱げないですよね。で、なんかやっぱこうね、まあまあ、ムートンジャケットとはいえどレザージャケットのと、まあ、ほぼ同じなのでずっと着てるとねやっぱその独特な風合いで着用感がやっぱ出てきます。ほう、そう僕もすでに、1日2日着てますけど気持ちなんか柔らかくなってんじゃないかなっていう、この腕周りですねがなんとなくしますね。そう、確かに、まあ、若干もう、はい、ね、当たりが出てるでしょ。出始めてますね。そうそうそう、結構やっぱね曲げ伸ばするんでここは当たりが出てきて、うんうん、こういうちょっと雰囲気の、まあ、圧倒的なオーラが僕はねポイントだと思ってますので、いやなんかいいですよね。こう例えば保温性を求めるのダウンとかも、うん、まああるじゃないですか。そうですね。でもこうムートンって見た目もいいし保温性もある。そうなんよ、
本当そこがね、あの一番のポイントとなってます。結構なんかそのムートンって探せば結構綺麗なデザインのムートンジャケットとかもあるんですよ。どっちかといったらちょっと綺麗めっぽい感じというか、うん、僕はねこういうちょっとこう、まあ、男らしくてなおかつちょっとこうエレガンス、上質さが伝わるようなねこういうデザイン性っていうのはとにかく僕の一押し大本命アウターでしたね。これはやばいな、探してる人もいるでしょうからね、この手のやつは。なかなかね、なんかそのムートンジャケットっていうのはね、なんか、まあ、ブランドごとにデザイン性があり、こう結構このデザインをね再現するって本当にね、あのデザイナーであるね向井大使は天才だと思います。よっぽど好きじゃないとやんないですもんね。できないよね。そう本当にすごくこういうデザイン、まあ本当洋服好きな方じゃないとねこういうムートンっていうのは再現できないと思いますので、そうこういうなんかなんて言えばいいかな、唯一無二な、はい、極上アウターをねぜひ僕はご提案したいです。ただねこう金額的な部分で悩まれる方とかもいると思うんですけど、これ本当ね一生使える、マジレザージャケットと一緒ですね、そうだからこそねこういう名作っていうものはね、なんかこうお金出してでもしっかり着てしっかりね元取れるようなね、そんなねあの使い方をしてもらえればなと思います。もう今年の冬はね僕これ一択っすね。あとにかくあったかいからいいですね。なんかシンプルに合わせるだけで僕はいいと思うんですよ。なんか本当オールブラックのスタイルに上羽織るだけでもいいし、そう、うん、なんかねレタースの赤チェック入れて僕はちょっとカジュアルな感じしてますけど、そうやっぱこれ着ててみんなに言われるのはオーラがあるって言われますよね。確かに確かに、うん、めちゃくちゃオーラあるね。もうそろそろちょっとオーロラ出そうかなと思いますけどね。あ、ピカー今降りてたピカーなってるんですよ。オーロラ出しちゃおうかな。そうすごい。でもなんかムートンって僕、まあ僕も持ってるんですけど、なんか国内のブランドで出した時大体30万から40万の間くらいで出るじゃないですか。大体そうだと思います。本当にレターズ今回まあその、まあ、マウンテニズムベースだから使ってる量がめっちゃ多いじゃないですか。そうなんですよ。普通のムートンに比べたら全然質が違います。本当に丸いと使っちゃってるっていう。この逆に僕最初、まあこの値段でこのクオリティで出せるんだっていうのが結構正直びっくりしましたもんね。そうだよ、なんかほんとムートンはね、あの上を見れば見るだけ金額は上がっていくんで、うん、その中でもこの金額でこのデザイン、そうこういうね、羊の羊弱を使ってっていうところがまた僕のポイントなのかなと思います。そしてね、圧倒的なスタイリングのかっこよさ、まあ正直ね僕アウターねこういう素材がどうこうとかってご説明させていただいてますけど、やっぱり一番着た時のかっこよさですからね。そう、そこをやっぱ僕はねお伝えできればと。もうほんとムートンじゃないと、このムートンジャケットじゃないとやっぱ表現できないこういうちょっとオーラだったりとか雰囲気っていうのはね、めちゃくちゃやっぱいいものがありますね。あ、そうだ、あと最後サイズはリセさんこれ何でしょうか。こちらサイズ S サイズなんです。そうです、結構ね、もともとオーバーサイズに作ってるんですよね。サイズは結構緩めに作ってるムートンジャケットだからこそ、基本ほとんどの人が S サイズでハマる気がします。なるほど。そうで、やっぱね、中のこのこちら、まあ表側なんですけどね、表の毛の部分っていうのは結構ボリュームなんで袖幅広いんやけど、中袖通したら意外とね、フィット感が半端ないんよ。あー、ボリュームがあるから、ボリュームがあるから、はい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 、だからこそね、やっぱこうやって表には結構こういう当たりが出るんで、自分の形にちゃんと馴染んでくれるっていうところもやっぱいいポイントですよね。ちょっと閉じた時をお見せしましょうか。実際に着用した時の閉じたデザインで言いますと、ね、結構ね、こう多分実際に着用した時の見え方をお見せする方も分かりやすいと思うので、こんな感じですね。ほう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 、見てください、こっちと比較してみてください。あ、でもどっちもかっこいいな。ね、若干違うでしょう、デザインが。そうなんですよ、全く一緒じゃないんですよね。確かに確かに。そう、ナチュラル素材だからこそ、ほらもうこういうちょっと立ち切りのこういう裾のとことか見てもらったら、ほんとっすね、若干なんでしょうね、色の風合いも表情も若干違ったりとか。若干違いますよね。そうなんですよ、襟の形とかも違ったりとかしていいですね。 そしてここをちょっと閉じてみますね。はい、閉めた、全部閉めた時はこんな感じのデザインになってます。マジあったかそう。めちゃくちゃあったかいし、見え方すごくない？だって一等丸々この感じのデザインで作ってるのに、ちゃんと洋服として成り立ってるって、そう、そこもすごいデザインポイントでありますよね。うわー、いいなー。これでなんか、ね、レターズの何でしょう、雰囲気が冬場もしっかり楽しめるですね。そうなんよ、そこすごく一番のポイントです、僕の中で。そう、結構ね、まあ、ラペルに関してはもうここが
出ちゃうので、結構でもこのデザインもね若干一点一点違うんですけど、ほんとそのままのまま使ってもらえれば、あとはまあこういうダブルにしてもよし、全部開けてきてもよし、一番上まで止めてもよしっていうね、まあこういうちょっと 3way の使い方でお楽しみいただければなと思いますね。え、なんかこうやっぱ洋服を知っていくうちに、やっぱそのムートンって僕も一番最初はやっぱこうムートンジャケットって言ったらなんかこう一番シンプルなイメージだったんですけどね、こういう歴史をたどっていくことに結構こういうね素敵なアイテムにたどり着けますのでね、そこもなんかやっぱ洋服の良さであり、まあムートンジャケットの良さかなとも思います。逆になんか多分ムートンって言ったらみんなね、あの結構ミリタリー系の、あ、僕もフライトジャケットの形をイメージが ね、あると思うんですけど、こういうねデザインの凝ったねムートンもね世の中にあるんですよ。そうで逆に僕もレターズで知りましたからね、マウンテリーズ、ね、そうですね、この形ですね。そうなんですよ、こんなね素敵なねムートンジャケットをね、まあ、これは一生もんなんでね、あの本当に洋服お好きで、あのずっとこれを名作としてね大切に取っておいていただける方にね、ずっと着用していただける方にね、私たちもご提案させていただきたいと思っております。はい、まあ、結構ね、分かりやすく、まあ、割とね分かりやすくねご説明できたとは思うんですけど、実際にねこれはね僕の中では着てほしいですね。そうですね、着てねこの雰囲気をねしっかり、感じていただけたら、そのぐらい結構僕もなんかこう声テンションが上がっちゃうぐらいね説明が大きいね名作アイテムになりますので、はい、よかったらこちらはね店舗の方に来ていただいて、もちろん一応ねあの概要欄の方にね、オンラインストアの方に貼っておりますので、そちらからお買い求めもできます。ただこの YouTube はちゃんとチェックしてください最後まで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。これからねまた今から寒く本格的に寒くなる時期なんでね、こういうあったか系のアウターはねぜひ、今年のうちに、はい、揃えてみられてはいかがでしょうか。はい、じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。